岩本鉄三は、太平洋戦争で最も有名な日本海軍の戦闘機パイロットのうちの一人です。日中戦争から太平洋戦争まで、終戦まで第一線で戦った大元帥吾の人で、その腕前は超一流でした。自分では合計216機を撃墜したと主張しているのですが、実際には80機と言われています。総撃墜数は不明ですが、彼が一流のパイロットであったことは間違いないことです。今回、シリーズとして岩本の生涯を紹介していて、前回は岩本の経歴の概要について解説しました。それに引き続き、今回は岩本の空中戦における戦術と人物像について解説します。岩本鉄三は、どうして多くの敵機を撃墜できたのか？岩本は、実際の撃墜数は80機、自分では216機を撃墜したと主張するほどの撃墜王でした。では、どのようにして、このような戦果を収めたのでしょうか。特に、彼が、どのような戦術をとっていたのかは、当時ならずとも、多くの人が関心を寄せるところです。岩本は、一撃離脱戦法を採用していたのですが、他の航空機との格闘戦、つまり旋回しながら後ろを取り合う戦術も得意としていました。そもそも自分の戦闘能力に絶対の自信を持っていたことが撃墜数を伸ばした要因の一つです。それを物語るあるエピソードがあります。ある日の空中戦で4機の F6F 戦闘機に岩本は自身が狩る冷戦1機だけで突入し全てを撃墜したのです。普通なら考えられない行動ですが、この時の様子を自分の5倍、10倍の敵でも怖くない。しかし、エンジントラブルはどうすることもできない。と振り返っています。代表的な戦術としては、敵機が基地を攻撃した後に奇襲をかける、いわゆる送り狼が挙げられます。また、3号爆弾という新艦式のそもそも航空機に対して使用するものではない爆弾を使って敵に大きなダメージを与えることも得意だったのです。また、組織的な戦術、つまり編隊飛行による戦術も得意にしていました。1943年末の時点で日本は4機編隊を採用していたのですが、岩本は搭載した無線機のモールス電信を駆使して連携をとっていたのです。具体的には、機上無線機のモールス電信を活用し、連携を心がけ、基地司令部との交信から、敵機来襲に関する情報を得て、迎撃機を有利な位置に誘導、戦闘指揮を取るという戦法でした。このように、岩本は、短期でも、編隊飛行による攻撃も、それぞれ得意にしていました。また、これとは別に特筆するべき技能があります。それは、岩本は、とにかく、敵を素早く発見することが得意だったこと。周りから、どうして、敵を早く発見できるのか？と、しばしば相談された岩本は、目で敵機を見るのではなく感じるのだと言ったそうです。まるでブルース・リー、そして、スター・ウォーズのジェダイの騎士のような第六感とも言うべき、独特のセンスがあったのでしょうか。実は、岩本は、独自に、敵発見の方法を確立していたのです。まず、周囲には、コツとして、とにかく見張ることが大事と答えています。意外なことに、彼自身の視力は、パイロットとして、それほど高くありませんでした。にもかかわらず、敵を発見するのが得意だったというのは、彼が、様々な工夫を凝らしながら、敵の発見に心を砕いていたことを物語っています。実際、岩本は、独特の方法をいくつか編み出しています。まず、戦場の経験から、敵編隊軍の進行方向を想定し、敵編隊の攻撃方向を想定する方法、大陽光を反射するプロペラの輝きを感知して、敵機を発見する方法です。また、これとは別に、現在でいう電子戦のような技も編み出していたのです。それは、アメリカ軍機の短波無線である機上電話を傍受し、その強さに応じて敵との距離を推定するという方法でした。いずれも、幾多の戦場をくぐり抜けた、
岩本ならではの手だれの技と言えます。岩本は媚びず、へつらわず、とらわれずという武士道のような言葉を常々自身に言い聞かせていました。岩本から指導を受けた人は、とにかく実戦で撃墜されるのは不注意のせいであり、まず見張りを厳重にすることの重要性を強く強調していたと振り返っています。一方、敵機が向かってきたら機関銃の軸から外れること、地面からの射撃はどうしようもなく避けようがないから潔く諦めるとも周囲に指導しています。つまり自分のできることを徹底して追求するという姿勢の人だったのかもしれません。岩本鉄三はどのような人物だったのか。このように自身で戦術を編み出した岩本は、教官として内地で勤務した経験が数多くありました。そのため戦術を他のパイロットに伝授することも数多くあったのです。ラバウル時代の彼の愛機は60回以上の撃墜マークでピンク色に染まり、非常に目立つ存在でした。ほどなくして最強の冷戦パイロットと呼ばれるようになり、冷戦トラトールと自称することになります。ラバウルでは日本軍は岩本を含め数十機しか防衛できませんでした。しかし敵対するアメリカ軍は、日本軍は1000機規模の戦闘機部隊を有していると誤解していたのでした。このような誤認を生んだのも岩本の存在が大きかったのかもしれません。撃墜数の真偽はともかく、彼は日中戦争から終戦までの約8年間を前線で過ごし、生き残った稀有な搭乗員です。そんな岩本は子供時代に読書と演芸を趣味としていたように、大人になっても小柄でおとなしい人物でした。とても撃墜王には見えなかったと振り返る人もいます。一方で強い殺気を持っていたとも言われており、気が強い人でもありました。部下には優しく若い乗組員にも人気があったと言われています。彼の実績と人柄はある女性を魅了しています。それは後に妻となる女性のことです。彼女は彼を戦時中のエースパイロットとして知っていて、一部には岩本のファンだったという説もあるほどです。そうして2人は戦後にお見合いで結婚しました。岩本は自身のことを振り返っているのですが、彼女はその記録を残すことに尽力しています。こうして後世の人が岩本のことを知るために多大な貢献を果たしたのでした。岩本鉄三の人物表。実は岩本の戦果や人柄に対しては様々な意見があります。トップエースの一人と言われている岩本は、自身の著書で撃墜した航空機の数や種類を詳細に記しています。それによれば、彼が撃墜した航空機の総数は太平洋戦争で202機、日中戦争で14機というものでした。ただこの撃墜数は編隊の戦果という説もあり、実際には80機前後とも推定されています。一部にはこの80機という数字は根拠のある数字ではなく研究者の想像に過ぎないと指摘する人もいるほどです。また日中戦争で彼が撃墜したという14機という数字についても意見が分かれているようです。先ほども紹介したように、岩本は緻密な計算に基づいて独自の戦術を展開し、周囲の批判を気にせずに実績を上げることで周囲を納得させる人物。また先ほど紹介したように、岩本はドッグファイトに参加せずに警戒飛行し、損傷した敵機を見つけると一撃離脱で攻撃し、再び空で損傷した機体を探すということを繰り返していました。これを卑怯と評価する人もいます。しかしこういった批判を岩本は意に介することはなかったと言います。元来岩本は個性が強く、小学校の時にはすでに先生をやり込めていたほどでした。そしてラバウルでも無理強いしようとした上官を殴り倒したというエピソードもあります。特攻隊を志願する時も同じで、周りの隊員が特攻隊に反対できない中、彼は上官にはっきりと拒否の意思を表明しています。
ただ、彼は、口先だけでなく空中戦にも非常に長けていたのは事実で、その名前は海軍航空隊で轟いていたのです。当時、予備学生、あるいは若手乗務員だった人は、岩本が、ライフジャケットに、天下の浪人虎徹と書いていて、田舎の老人のような格好をしていたこと、また、戦闘では、無敵で大抵敵機を撃墜して帰還したり、何度やっても空戦訓練で勝てなかったと振り返っています。今回紹介してきたように、岩本は大変個性的な人物でしたが、独自の戦術を確立しており、部下にも慕われていました。次回の動画では、岩本が実戦でどのような活躍を見せたか、詳しく解説していきます。ご視聴ありがとうございました。もし、良ければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。